はい、皆さんこんにちは。おもむろに置いてますけども、今日の登場人物です。一つは、前もご紹介しました GR3X、赤いストラップの、カメラです。もう一つは、GR3 ですね。これは、グレーの、ストラップで使い分けているというのは前回、皆様にご紹介しました。この2つのカメラともにですね、購入したのは今年の2024年になってです。で、 GR3 の方はそうね、オーダーしてから待つこと約半年、3ヶ月半ぐらいですかね、に届きました。で、 GR3X の方はですね、待つこと5ヶ月半ぐらい、もう6ヶ月弱ぐらいかな、待ちました。どちらもですね、これは正規の価格で買ったんですけども、片や、すぐに欲しい人は、まあ中古というかユーズドの、商品もいくつか並んでまして、まあ、そこはものすごくこう値段が高騰していたというのが、まあ、今もそうですね、高騰しているというのが今のトレンドですね。で、どうして僕がこの2024年になってこの2つを購入したかっていうことなんですね。この GR3 は2019年の3月発売ですし、この GR3X は2021年の10月かなの、発売ですから、まあ、デジタルの、まあ、デジタルものという意味ではもうかなり前のもの、5年前、また3年前ですから、まあ、それと新しくないんですね。でもこの2020年にこう2つ買いましたと。で、ちょうど今年の頭ぐらいに、富士の、100ですかね、100、6っていうんですかね。あれが、まあ、それもコンデジなんですけども、発売されて、約30万ぐらいのプライスだったっていうこと。35ミリで、同じ APS-C で、で、まあ、ちょっと、まあ、この GR3 よりは高画素なんですけども、まあ、まあ、手ブレも、まあ、優秀だとか、オートフォーカスもいいよとか、いろいろあるんですけども、まあ、それでも30万の値段がついていたと。それであれば、そしたらもう2つ買ってもそれほどいかない、いや、それよりも安いしっていうところで、思い切って2つ同時に購入して、ようやくそうね、この6、7月ぐらいになったら2つ揃ったっていう感じですね。で、GR3X が来るまでは、GR3 で撮影を楽しみ、X が来たらもう X を今楽しみというようなことでやってて、で、つい、まあ、今週、つい先日からですね、じゃあ2つ持ちして撮影しようかっていうようなことになって、まあもともと2つ持ちして撮影したいなということがあったので、まあ2つ持ちということはもう当初から考えてたんですけども、じゃあどういう形で2つ持ちするかということで、これ前回もご紹介した、サコッシュ。ですね、サコッシュっていう、まあ、本当にこう、もうほんまにペチャーと体に くっつくような胸と脇の方にくっつけて持つような、もうマッチがほとんどないんですね。で、この中に今どうやって運んでるかっていうと、ポケットがこう外のポケットと中大きめのポケットと、まあ、こちらの方にネットのがあるので、まあ、大きめのところには、まあ、どちらでもいいんだけど、まあ最近使い慣れている GR3X を入れて、で、外の方に、こっちの半分だね、こっち入れたらこっち側に入れるみたいな感じで、GR を入れて、で、これ、まあ、入れながら、これで今持ってるのね。で、この、ネットの方には、携帯を入れたりしてて、で、ほぼほぼ、これを、こう、胸から脇に、こう、くつっとくっつくようにしてたら、まあ、結構こう、機動力があって、さっと出して、さっと取るし、で、さっと取って、さっとしまうし、という。まあ、この、まあ、使い方とかを、ようやく始めた。で、これでようやくですね、2台持って、2台で撮影する。で、この距離感をどういうふうに楽しんでいくか、で、また被写体とどうやって向き合っていくかっていうのは、こう、まあ、28ミリは28ミリの楽しさがあるし、40ミリは40ミリで、まあ、難しさもあるし、というところでですね、楽しんでいるというところを、
今日はご紹介したということですね。まあ、この2つを2024年になって買ったっていう、まあ、この一つの動機づけと、まあ、今こうやって使ってるよっていうところを今日はお話しさせていただきました。この後もですね、今日、今週の、まあ、撮影した、まあ、その日常の驚きみたいなものを、撮影して写真に収めてますので、この後、出しますので見ていただければ嬉しいです。ほとんど JPEG の取って出しになっております。それではよろしくお願いします。じゃあ